上、大岡駅、上大岡駅は、神奈川県横浜市港南区城大岡西一丁目に、ある、京浜急行電鉄、横浜市交通局、横浜市営地下鉄の駅である。交通結節点としての役割を担い、当駅周辺地区は、横浜市における主要な生活拠点、旧、副都心に指定されている。また、 バスターミナルは横浜南部地域の中でも最大規模である。ホーム有効庁12両編成対応の島式ホーム2面4線を有する公開機。ホームの照明に CDM ランプが使用されている。改札口はかつてホーム下の1階のみであったが、1996年の京急百貨店開店と同時に、百貨店に直結した改札口10時21時のみ。 営業が3階に設置され、1999年には1階南側にも新設された結果、1階に2カ所、3階に1カ所設置されている。トイレは1.3階の改札内にあり、1階には多機能トイレも設置されている。ホーム上部に設置されている発車表は LED 式が使用されており、列車が接近すると駅メロディ、詳細は口述が流れ、 回送列車通過時は通過警告用のチャイムが流れる。また、表示器の上部には、今度の列車の停車駅と接続列車案内をランプで表示している。駅ビル改築以前は反転フラップ式であり、現行の京急川崎や横須賀中央などで使用されているものより一世前のタイプのものが稼働していた。その後、駅ビル改築時から2005年までは、 光ファイバー式のモニターが使われていたが、日本国内の鉄道駅で光ファイバー式の案内表示機が設置されていたのは、駅と阪急電鉄梅田駅のみであった、液晶画面の劣化により LED 式に更新された。乗客への音声による案内については、自動放送が一切行われていないため、立証の駅員がいる場合は、駅員自身が 立障害いない場合はホームに到着した列車の車掌がその都度を行う。電車が発車する際は発車ベルブザーが信号開通と同時に明動するとともに発車表の最上段の当該列車の表示が点滅し、駆け込み乗車はおやめくださいと表示が出る。上下線ともにホームの横浜方と横須賀方で音が異なる。その他、下記のホーム内での暑さ対策として、 空調設備が2007年7月に設置された。本線上の停止位置目標についても2008年9月に LED 伝承式に変更された。さらに2009年3月には音声案内装置が各階段、エスカレーター、改札前、トイレ前、自動券売機前に設置された。土曜、休日ダイヤでは品川発あたり駅止まりの下り普通。 神奈川新町駅当駅間の下り終電が1本設定されている。2008年11月25日から、磯国岡村出身のフォークディオ、ゆずの代表曲、夏色が接近メロディとして使用されている。下りホームは A メロ、上りホームはサビのアレンジである。同時に通過列車接近時の警告音の音程も変更された。東駅には、 すべての種別の列車が停車する。また、常時緩急接続や救急接続を行う。速達列車及び接続待ちをしない、普通列車、エアポート急行は2.3番線から、接続待ちを行う普通列車及びエアポート急行は1.4番線から発車する。島式ホーム一面2線を有する地下駅。改札外は地下1階、ホーム階は地下2階にあり、 エレベーターとエスカレーターが設置されている。かつてホーム上に売店があったが2014年11月現在は閉店となり自動販売機コーナーが設けられている。改札口は北と南の2カ所があり、2006年12月には北側に京急連絡改札口、南側にバスターミナル改札口という通称が付与された。トイレは両改札内にあり、 南側改札内には、多機能トイレも設置されている。駅長所在駅。上、大岡管区駅として、吉野町江南中央管を管理している。南側改札口の近くには、地下鉄開業記念として制作された、モニュメント、銀色の海亀がある。上、長屋方に、焙線構造の引き上げ線が設置されており、平日6時台の始発あざみの駅が使用している。 土休日は、湘南台への改装が使用。2015年2月に北側改札口前に、ファミリーマートは、マリンウ大岡駅店が開業した。近年の1日平均乗個人員推移は表記の通り。近年の1日平均乗社人員推移は表記の通り。 横浜市の副都心として市街地再開発事業が行われており、1990年代から駅前は大きく変化した。再開発は2000年代に入ってからも進行中である。A 地区、夢大岡、B 地区、上尾、C 南地区、三岡が進行済み。2012年に入り、C 北地区再開発に準備組合が発足し、 さらなる再開発が進行している。また、江南区が策定した都市計画マスタープランなどに基づき、駅周辺のバリアフリー化が進められている。横浜市営バス、神奈川中央交通、江ノ電バス横浜、京浜急行バス及び横浜京急バスの一般路線バスが発着する。他に、近畿方面の高速バスが発着する。停留署名は、上大岡駅前。 または、上大岡駅である。1から9番乗り場は、駅ビル、夢を大岡内のバスターミナル。11.12番乗り場は、キャンオ前の鎌倉街道上である。降車場は方向によって異なる。駅所在地の当時の地名である上を大岡町に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。